ます。本日はホーム開幕戦セレッソ大阪を迎え、3対2アディショナルタイムの大逆転勝利です。いや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 。マジで嬉しい。なんだったらなんだろうな、ケンタさん、まあ4シーズン目、今のレアンとかアタちゃんとか来て、まあ2シーズン目っていうか、まあ去年1年間と、まあここ数試合だけで言うならばベストゲームというか、一番見ててワクワクした後半からだな。だから今日勝ったこともあって、これはもう本当にターニングポイントになるのではないかぐらい嬉しいです。というのもやっぱり前半ね、もうはっきり言っちゃいますよ、まあチャンスも作れない、いつも通りの試合で、まあ勝ち点は積むことはできるかもしれないけれども、全然楽しくないというか、東京って2年前優勝争いした時までって2トップでディエゴ、長井健ちゃん行ってこいみたいな、サッカーでやっぱ堅守速攻って言ってたのが、去年レアンとかアダちゃん来たりだとかね、いろんな選手が変わって 4-3-3 取り組むようになりました。で、まあ一般的に言ったら 4-3-3 ってどういうシステムなのって話ですよ。マンチェスターシティがやってたりだとか、バルサがやってたりだとか、やっぱり中盤3人が能力の高い選手がいて、ボール支配率もあって、まあアンカーでボールを収めて落ち着かせて、前に5人選手がいるから、もう圧倒的な攻撃力っていうのが通常の433なんですよね。だけど今までそのはずなのに、ずっと守ってる時間が長い、ボールポジション率も低い、シュートまでいかないっていうのをずっとやってきて、まあ、絶対東京433より422の方がいいじゃんと思ってたんだけどね。後半モリゲがアンカーに入ってから、何、後半開始3分ぐらいの段階でね、流れを変えて、そっからですよ、ちゃんと面白いゲームして、シュート数がバンバン増え、同点に追いついた時なんか、いや、このまま勝ち点1拾えばいいじゃなくて、この流れで本当逆転勝利したら、こんな変わるぞ変わるぞ変わるぞなんて思ってたら、ちゃんと最後、しかもね、その森ゲームゴールで勝つ、こんなに気持ちいいゲーム、いつ以来、すごく手放しに嬉しいけれども、手放しで嬉しいけれども、1点目はもう相手のミスからのゴール、2点目はフリーキック、3点目もフリーキックからということで、流れから取ってないとね、まだだから課題はいっぱいあると思いますよ。でもそんなのどうでもいいんだよ、今やっぱりこんだけ楽しそうにボール動かして攻撃できてチャンスまでいけてる、それがもう本当につながるんではないかと思ってます。で、前回まあ 1-0 で徳島で勝ったルヴァンの時に、やっぱりフレッシュさがない、ギラギラしてないって言ってたけど、まあ田川もね、最近だったら、突時代だったら、そこ自分で無理やり行ってシュート打つよみたいなシーン、こうはたいたりとか出しちゃったりっていうのが多かったけど、入ってったシーンもあったし、同点ゴール決めた時なんてミス狙ってって、最後スライディングできなんて、もうギラついてるし、ギラギラしてるし、もうああいうの大好き。そしてフリーキック、あのシーンのモレアンのフリーキックだってね、入ったから言うわけじゃないけど、もうちゃんと駆け引きしてね、ちょっと向こうの壁どうだったのなんていうところはあるけど、素晴らしいよね。それで決勝点でしょ。それ以前にもいいシーンはいっぱいあったしさ、こんな感じでいって、本当に433でモリゲがアンカーで定着して、あそこで落ち着かせてボール握れるようになったら、今までポジションなんかどうでもいいよって言って、東京はなんだかんだこう取ってからファーストブレイクがとか思ってたけど、もうメンバー見て名刺じゃんけんしたら絶対強いんだよ、能力も高いんだよ。ちょっとなんか奪ってカウンターもできて、自分たちで動かしてゲーム作れるようなクラブに、流れから点取ってないのにこんなに浮ついてるけど、素晴らしいと思ってます。今日はやっぱ2つ崩されてやられてるっていうのもあったけどね、うん、よかった。でもヨシト、俺やられんじゃないかなと思ってたけど、やっぱヨシトいいね。まあでもあのシーズンだって一番上手くて、結局すげえなってヨシトのこと思ってたけど、その後ジュビロだったりベルディで点取ってなかったから、ダメだとかオワコンだと思ってる選手いたかもしれないけど、まあ東京時代も含めてね、いいパス出してくれる人が少ないチームじゃ生きないですよ。動き出しだとかやっぱヨシトは抜群だから。でも今のやっぱりセレッソとか、その前の得点を取りまくってた川崎時代はボール出てくるからね、やっぱりこう敵になって楽しくない歴史もあったかもしれないけれども、やっぱり東京のために1年間戦ってリスペクトをちょっとは持ってあげてもいいのかなっていうか、やっぱりいい選手だったなっていうのは素直に思う。花川とかもいいしね、松田兄弟とか奥野、うん、いいね、素晴らしい。ということでね、次は神戸、ここもきっちりボール握った上で勝てたら嬉しいよねということで、今日は全体的に浮ついてます。あ、MVP、まあこれは森ですよね。まあ森ですよ。
ですよねということで、レイダーズでした。とりあえず2試合で勝ち点4、全然ありでしょう。